さんこんにちは。経済圏チャンネルエンタメトークのお時間がやってまいりました。今回もですね、私メイン司会の江口真でございます。よろしくお願いします。そしてアシスタントはマダム美智子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてね、この、エンタメトーク座長でございます、秋月座長でございます。よろしくお願いします。秋月座長よろしくお願いします。まあね、今回もね、またお時間やってきましたけど、今回はなんか楽しい話題をみたいな感じで前も楽しかったじゃないですか。楽しい話題ですよ、ね、やっぱりマダムとかエンさんの方が、はい、皆さんいつも楽しいでしょ。もう僕は結構楽しいですね、あんまり深く考えないあ、そうね。なんかちょっと行きたいイメージだと、なんか飲みに行ったら、なんかバーの端に一人で住んでこう室外、そうでもないですか。いや、そんなことないですよ。それでモテようと。いやいや、もう一人は一番寂しいですから、すぐ誰かに話しかけちゃう。あ、すぐナンパするということですね。そうそうやっぱ一人よりは大勢で飲むのが多い。そうですね。家では一人で飲みますけど、外行ったら、あ、そうなんですか、家で一人、一人なんかやりながらこう、ね、なんか意味深だな。もうこちょこちょして、細かいものをねこう作ったりするのが好きなんで。あ、そうなんですか。そういうのをやりながら飲みながら、今もだから今日本刀の脇差しの、ボロボロのやつをですね、この間オークションで買って、あれして、今もう全部改装に入ってます。自分でなさるんですね。自分で細かいことかなそれがなんか楽しみ。スカとかサヤとか、もうそれがもう虫食っちゃってたんで、全部パテを入れて削り出して、そういう感じで漆を塗って、面白い話、ね、いいですね。いや、こう新しくなるのがね、なんか僕もね、ものづくり実は好きなんですよ。ですよね、会社のことなんですよね。細かいことがでしょ。いや、どうなんでしょうね。大きいものでも小さいものでも、結構ものを作りますね。だってね、僕が知ってる頃にはもう、今ではもうメジャーになってますけど、いろんなね、画期的な商品が出回ってますけど、その当時にね、もう会長考えてたんですよ。で、その考えを人にあげちゃったりなんかしてね。でもまあちょっとね、特許とかそういう方じゃなくて、クラブでごちそうになって、それでスーペーとか、はい、まさかヒントすると思われた。今考えればあれだけですよ。何何十億ぐらい稼げるぐらいの発想ですよね。でもまあ相手ってなんだろうな、目の前で困ることがあると出てくるもんじゃないですか、必要な、その時知恵をね出すっていうかね。そうですね、やっぱりそういう意味ではアイデアに、やっぱり国がもっと他の国みたいに助成金とかね、いろんなの出してくれるといいですね。東京都ではその特許にお金出してくれたりするんで、やっぱり、こう増えてくださるのにね、こう力になってくれて助成金出してもらったりとか、すごい助かってるんですね。国がね、中国なんか国がやってるんですから、東京都とか国やってほしいなとその時思いました。まあやっぱり日本もそういう、なんて言うんでしょう、こう身近なところでね、要は中小企業の会社とかで素晴らしい技術持ったり、特許とか、そういうところになんか出してやってったら面白いですね。話が飛んじゃいますけど、北朝鮮のね、植えちゃってもう餓死するような人がたくさんいるっていう反面ですね、ああいうなんか研究をすごく重ねて、その頭脳っていうか、今回のあれが、どういう状況だったかも私たちはよくわからないけれども、そういう技術人っていうのは本当に北朝鮮の人たちだけなんですかね。なんか誰か知恵をこう、いや、これはやっぱり、反アメリカの国はありますから、やっぱりそういうところの協力とか、そういうものを買ってやってると思います。例えば、すごく発展してて、生活もがスマホも良くなってっていうことがあると思うんですけど、北朝鮮。でもね、考えてみたら、日本は少ないんですけど、アメリカだってすごい格差があったり、かなり今一番下になっちゃった人は、やっぱりかなり苦労して家もない人もいっぱいいるようです。だからそういう意味ではこの格差のある社会っていうのは、アメリカもそうですし、だから北朝鮮はちょっとひどすぎますけども、それにしても北朝鮮も極端には、一部のとこだけが良くて、本当に科学、今は科学技術者をとても大切にして特別待遇をしている、ね、一時はスポーツ選手だったりとか、その時その時で、
ね、代が変わったんで、うん、トレンドが変わってきたんだと、うん、向こうのね。だからで今は科学技術ですから、そのこの間もね、ねえ、ミサイル大動画、ね、あれはどういう、まあ、結局詳しく何だったんですかね。ミサイルだったの、それとも衛星だったの、最終的に。あのね、分かってない。いや、分かってないじゃなくて、うん、両方のね、打ち上げて実は何か回っているよってのを放り出したんですけども、ああ放り出したけど多分何の役割もありもしてないものが回ってるだけなんですね。これどうもアメリカなんかいろいろ調べたらどうも何も、うん、発信されて何もしてない。ただなんかゴミを出したらと同じです。大きなゴミを出して回ってなるほど、はい、ただね、あの一つ大事なことは、大陸弾道ミサイルと、うん、それから宇宙ロケットの違いっていうのは、うん、基本的にはないんですね。同じ、でもね、実は大きな違いが、うん、技術的にはね、両方似たようなのが集積できるんですけど、うん、まあ、ミサイルの場合は一回宇宙出て、うん、エミさんのところへ、うん、また地球に帰ってきてドーンと行くわけです、ですけどロケットの場合は上行って、上のところで回るものをやったらそれで役割終わりで、うん、なくなるか、あるいは地球に、あとは、うん、まあ、スペースシャトルで帰ってくるか、うん、ということなんで、宇宙に出てやっぱり周回軌道を描いたり、うん、その中で物を発射して安定した軌道を乗っけるとか、うん、もう片っぽは一回宇宙出てまた戻ってきて、うん、それで、まあ、打つ技術と、うん、だからちょっと宇宙出て戻っていくのと回るのが目的、ね、うん、この辺が大きな違いが、うん、ある。でも技術的には非常に近しいので、うんうん、今回はやっぱり、あくまで、まあ、ロケットというか偵察を取りたいので、うん、なんかゴミを放り出した、うん、で宇宙で本当は、まあ、本当はそこに核弾頭があればもうね、変な話、こういってこう戻るものでもこの時点で放り出せば、うん、細かく計算で適当に回ってくれますから、うん、引力があるんで、うん、ですからそれだけのことで、うん、ミサイルだってことです。あ、うん、じゃあ一応ミサイルの成功としては、あ、いや、成功したってことですね。だと思いますね。でもかやっぱり怖いし、あれって北朝鮮だけがね持ってるわけじゃなくて、うん、やめなさいって言ってる国民自体も怒ってるし、国が、まあ、もちろんね、保有国ではありますけど、既得権みたいになってますけど、まあ、ただ、うん、やっぱりああいう独裁的な国だと何かあると、はい、自分が破滅するなら発射してやるとか ね、はい、ね、あるいはなんか やりかねないところもあるので、うん、まあ、そんなことはないことを祈ってないと信じてるんですけども、やっぱりただ信じるだけではダメなので、万が一に備えていろんな防衛対策が必要になってくると思います。これはしょうがないことのかなと。日本の中ではよく自衛隊だからどうのとか言いますけど、英語に翻訳されたらああいう意味でみんな軍隊なんで、日本の国内だけで名前の呼び方変えても意味がないことなんで、もう軍隊なんだなという認識を持たなきゃいけない時期に来てるんだと思います。ただ我々は侵略する意思がないから日本国内で自衛隊と呼んでますよ、うん、でも表の人たちが見るときはもう完全に軍隊としてそういうふうに翻訳されてますから、軍隊として見てるんだなというふうに、ただ近隣のね、よく日本とかそういうのに詳しい人や、日本が軍隊持ってほしくないのはわざと軍隊じゃないというふうに分かったふりをしてくれてるところもありますけど、うん、それは日本の日本を脅威にさせないため、あるいは自分の方が、うん、まあ、強くなりたいためにそういうことを言ってるだけですよね、うん、だからもう外国の人は軍隊と見ていて、そこに差別は他の国のと差別はない、ね、うん、でも我々は自衛隊と呼んで、我々が歯止め、自らの歯止めにしてるだけで、海外の人が見てるときは軍隊なんだなってことをちょっと日本の国民を認識しておかなきゃいけない、まあ、そうですよね、ね、まあ、軍隊としての能力も結構高い、うん、高いと思います、ね、高いと思います。で、これからですね、今までコストが非常にかかるわけです。で、なぜコストがかかるか分かります？コストがかかる。うん。まあ、アメリカから買ってるし、日本でも作ってるんですよ。うんうんうん、でも例えば、日本国内でね、うん、例えばしかガラケーが売れないと、うん、ガラケー今性能悪いのにえらい高くなってると思いません？うんうんうん、また戻ってきてるみたいですね、うん、高いですよね、値段が。じゃあスマホはどうかって言ったら、うん、スマホは世界中は市場だから安いですよ ね、うん、そうですね、はい、で実は兵器もそういうことが言えるんですね。日本国内で作ってるんですけども、やはり、
例えば、まあ、いろんな水上飛行場もいろんなものを作ってるんですけども、日本の国内の自衛隊だけのお客さんでは高いですよね、コストは。だから防衛費のコストがすごく高くなっちゃう。ああ、なるほどね、うん。まあ、売ってはいないからですね。そう、でもこれから、うん、まあ、売るようになりましたから、うんうん、でも例えば、世界中どこでいいとこだっていろんなことあるの、うん、じゃあ、そういう兵器作って売っちゃいけないのっていうけど、実は GPS にしても何にしても、そういう兵器を作る過程の一環で世の中が進歩してきたことも確かなんですね、うん、そういう意味であのノーメルション元々は元あたりは爆弾ですしね、アインシュタインもね来ますからね。いや、ノーメルという人はあのダイナマイト、はい、ですからそういう意味で、その利益が今のノーベル賞の元になってますから、うん、そういう意味ではやっぱりあの一概にこう否定できない、うん、まあ、使い方ですよね。そうです ね, ね, 本当に ね, ね、でも日本がもしそうやって作ってるんだったら日本の技術の兵器っていうかすごいものは、いや、ね、それなりにはやっぱりあのやっぱり実際戦争してる国にはかなわない部分もあるんですけど、うん、日本独自の優れた部分もいっぱいありますので、うん、例えばですね、それをたくさん輸出することによって、うん、日本の景気に相当影響あります、うん、良くなります、うん、それと防衛のコストが下がります、うんうん、1年に2台作るとも、うん、40台50台になればすごいコストが下がります、うん、これは大きいと思います。日本の戦後のね景気を良くしたのがあの南北 の, あの時に、うん、兵器を日本から売ったっていうね、そういうことですよね。あのおまじない。まああのそうですね。やはりあの日朝戦争が始まって、本来はアメリカはみんな日本から、日本はすごい国民で、これからまた復活して戦争強くなるだろうと。だからもうそういうのはさせないんだというつもりでやったんですが、日まあ、あの朝鮮戦争が始まってその結果、もう自分たちのとか自分たちと思って守ってもらおうということで、うん、日本に、まあ、警察みたいな形で、うん、実は自衛隊の元になるものを作りまして、うん、警察予備隊みたいなものからそれで、自分の国は自分で守ってねと、それで彼らは朝鮮戦争、うん、その時の戦争特需なんですね。そうです、ですから、はい、それで日本の復興は今日ある、うん、あともう一つは確かに日本ってあの昔やっぱり自動車いろんなものが、はい、アメリカや外国のやっぱりコピーとか真似でやりました。ただちょっと思って、ちょっと 今コピーやらんけど話題になってくる話題になってる国と違うなと思う大きな点はですね、コピー商品を作った日本の製品は本物より良かったってものがいっぱいあるんです要するにあの本物のコピーっていうよりは、まあ、もちろんちょっとは変わってるんで真似して似たようなものを作って、だけど性能はこちらの方がいいですよっていう商売してしたのが、うん、日本なんでこういう時の復興があったのかなっていうのは、そうですよね、車にしてますよね、はいはい、いろんなものこの辺りがやっぱり一番あの大きいところじゃないかな。ハワイへずいぶん昔に行った頃なんでブルーバードとか、ね、うん、ソニーなんていうのも出始めていたから、うん、やっぱりその技術でもってあの外貨を稼いでっていうのもすごくす、ね、まあ、ソニーもウォークマンとかですね、うん、まあ、画期的なものももちろん発明してそれがやっぱり、大きく経緯になったんですけども、うん、ただ戦争だとかいろんなものがやっぱり経済に及ぼす影響っていうのは大きいということですね、うん、今も、なんでしょう、だからそういう意味では、武器をね、うん、輸出するのは戦争の片棒を担ぐとか言うんですけども、じゃ あ日本は武器なしで生きていけないので、こうやっぱり世界と同じ互角にはならなきゃいけないんだ。そうですね、で互角になるんだったら、うん、必要なところにやっぱり今イスラム国みたいなところがねあのままにしていいのか、うん、女性を奴隷なんて言ってますし、やっぱりそういうそのままにしていいんですかって問題もありますから、やっぱりそこは日本が他の国と対等になるために武器の輸出は、うん、やっぱりして、そこで技術も高めて
日本の技術ですから、どんどん技術、ね、でそれでやっぱりまあ理想は人と人が戦わなくて機械と機械が戦って決着つければ一番いいなと僕は思って、そこまでいかない、いっちゃった方がいいなと。やっぱり核兵器なんかを抑止力とするようじゃダメだな、地球全部はダメですからね、もちろんね。やっぱりあの人類にこれだけ悪影響を与えるようなものはね、本当は、まあ、既得で持ってる人国も含めてもうなんとか使わないようにさせていかなきゃいけないのかなとは思いますね、うん、開発もさせないっていうのも大事ですね、うん、あの少なくとも僕はあの不公平だと思いますよ、持ってるところは他のところ持っちゃいけないって言ってんのそうそうそう、だけど、ね、持ってるところは今まで核保育をね、まあ、アメリカは日本に使ったという件がありますから、うん、近年になってから使ってないという実績があります、うん、でも新たに持った北朝鮮は、うん、何の実績もないんで、ね、使いたくなるかもしれない、ね、うん、そうそう、そういうことなんですよね、使ってみたいっていう、うん、そう、どうなるのかなとか、ね、ね、しかもあの一人の意見でほとんど決められるような状態になるとちょっと怖いです ね、うん、やっぱりだからそういう意味であの日本もある程度、防衛力は持たなければいけないんじゃないですかね、うん、もうあの軍隊、他の国から見れば軍隊ということで、うん、自衛隊というのは日本の国民だけなんですから、あれ、あの時は間に合ったんですかね、あの撃った時のイージス艦とかの地対空パック3とかそういうの、ん、は、うん、まあ一応間に合うということで入れてるんですけども、うん、実際は分かりません。ただあのそれを、まあ、実害がないのに撃ち落として大きな国際紛争になるのが、うん、ということで撃たなかったんです。さ撃てるということは撃てたと思います。ただスピードも速くなってますし、これはあの次の段階に日本の日本やアメリカも重ねなきゃいけない、うん、何秒という中では 0. 何秒がとても命取りになりますので、うん、やはり近くですから日本は近いと間に合わないということもありますので、ね、とあのそうすると逆に撃つときは本当に出てすぐ待ち構えてて撃つことになると、うん、日本の上に来てからの前に撃たなきゃいけなくなってくるかもしれない。上に来ちゃったらね、このままって、はい、それが、例えば、ね、ミサイルと言ってなくて、うん、いやあれは宇宙船のロケットだったのを攻撃されたとかって一応文もつけられたら、ねうん、なかなか難しいです。なかなか難しい、ね、でもやっぱり、うん、あの兵器っていう歴史的な見ても、例えば織田信長なんかが、うん、みんなあのちゃんちゃんバラバラやってた時に、はい、鉄砲隊っていうのをね立てて、まあね、すごいあの少数制みたいなね、はいはい、バン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 って、もうそんなものまだ他の将ね将あの人たちは知らなかったもの、あれでやっぱり織田信長っていう人はね勝ちを進めて、うん、まあ、最後はああいう形になったにしても、まあ、文化も変わってきましたしね。そうですね、長崎から入ってきて、むしろ、うん、まああの港やっぱりそういう種子島とかね、はいはい、いろんなところで作らしたりとか、堺とかですね、堺州って有名ですけども、はい、そういう意味ではあの鉄砲早くからやってる注目してるとこあったけども、うん、あそこまで大量にやったっていうのはやっぱり信長が、まあ、やっぱりやりました、うん、でもだからまあそのだから戦争に勝てばいいってもんではないんですよ、ね、うん、ただ今やっぱり経済だとかいろんな意味でその交流を本当はして、なんね、もうこれ以上悪さができないような環境を築き上げるっていうのが一番理想なんですが、うん、残念ながら何回かそれをやろうと思っても騙されちゃってる感じ、ね、アメリカなんかもやられてますから、うん、もういい加減、アメリカも騙されないんじゃないかと思うんだけど、うん、結局その脅かしといて、うん、脅かすのやめるために何かくださいっていう、ね、それができるような、ね、そういう、そこまでいっちゃいましたね、もう成功何回もしてるもんですから、うん、ちょっとそういう意味では、まだまだ気をつけていかなきゃいけない相手、当然拉致被害者の方々のことも、ね、あれもそれが逆に、うん、一つの、まあ、違う考えなければいけないんだとは思います、うんうん、でもそれがあるから余計にまあ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 ってやってきたのをああいう形でね本当に裏切られちゃったっていう、拉致被害者の方も気の毒だし、まあ今回あの全然時間が経っても新しい委員会何も出てこなかったってことは、うん、やはり出せない理由とか何かがあるんだと思うんですね。そもそもやってくれてたのかなって思っちゃいますよね、あの他の国が、うん、だからやっぱりもうその表面上ではなくて
実質どうなんだってところも構えてやっていく必要があると思いますね、うん、ただ我々は見守らないといけない国が非常に危ない国が近隣あって、うん、彼らのミサイルは日本に向いているんだってことがやっぱり、うんね、ちょっと考えながら、ね、ここも忘れないようにだからこうやれ武器輸出はどうとか綺麗事ではだけでは生き残れない時代になってきたんじゃないですか。もう直視して考え方が違いますからね、うん、話し合って済むっていうところではないところなんですよね。我々が頼ってるアメリカもまた揺れてますし ね、 ねえもし変わってもちょっとどうなるんでしょうか。非武装中立とかって昔そうバカなこと言ってる政党があったんですけども例えばそんなことは通じるのか、うん、ね、うん、日本だけでは通じるかもしれないけどね、まあ、世界から見たらね。例えばスイス、うん、スイスは永世中立国ということで、うん、中立でやってますけど、なんでそれが言えるか、うん、お金とても強力な軍隊を持ってるから、あすごい装備とすごい軍隊を持ってるから中立国として、うん、昔から持ってやってるんです、マナをかけて。だからそれをやるためにはスイスと同じようになったらどうかって、そのね非武装中とか言ってる人が例に出してましたけど、あれは強力な軍隊に裏付けられてやってることなんで、それを言うんだったらじゃあ矛盾しちゃってるわけです、うん、日本も相当強力な軍隊を持てば初めてそういうこと、うん、いや中立ですと、アメリカの味方はどこでもありません。なぜか自分だけでも戦えるからです、うん、そうですね。やっぱりそういうものがないとダメなんで、ね、いいことはない、表面だけの綺麗な言葉で、うん、扇動されないように気をつけて、いろんな情報やこうそういうものを全体で判断していかなきゃいけない人間、うん、になったりします。でこれ楽しい話じゃないんだけど、いや楽しいですよ。いや楽しい話じゃないけど考えなきゃいけないですよ、ね、考えなきゃいけないね。それでやっぱり政治がそういう方向をやっていかなきゃいけないのに、うん、もっとしもじもしもじもって言っちゃいけないけれど、なんか下半身問題的なものが多いっていうのがなんとも早悲しいわね。なんか政治をやる人がいなくて政治家になりたい人ばっかりみたいな感じ。そうそうそう、なんかやっぱり家を持つとダメですね。家を持つとなんかこうなんか家っていうのみたいなの、ほらなんとか演出家でも、うんうん、演出家ってつくとね、うん、なんかあんまりいい人あんまりいないんだよ、ね、いないの、うん、なんかこう家とつくと、ね、新しい演出家演出をする人ってのはね、あ、演出してるじゃない。俺だから演出をするけど演出家ではない演出もする俳優ね、政治家とかね、家がちょっとなんか、うん、そこにもうなんか行っちゃうみたいな、うんうん、まああのなんでしょう、政治家を選ぶのに本当にあの通販の番組だとか、あ30分くらいかけてねちょっとお話ししようと思って、まあ、言えなかったんですけど、じっくり商品説明しますよね、はいはいはい、それから雑誌、通販の雑誌もじっくり見れますよね、はいはい、インターネットもじっくり見れますよね。じっくり見れるから判断しやすいけど、例えば何週間の間にね、なんとか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 とかね、そんなの連呼し、名前連呼してるだけでそれで選べとか、短い間で政見放送の NHK の短いあれを見て綺麗事並べたので判断しよったら有権者も無理ですよね。ねえ、分かんないですね、うん、なんかほとんど同じことをね言ってるような、うん、そういう意味ではね、うん、やはりいやアメリカのね長い選挙はとても僕は羨ましいと思うしやるべきだと思うし、それからやっぱりじゃあ長い選挙お金かかるって部分はインターネットとかを駆使すれば、うん、あるいはむしろソーシャルネットワークとかいろんなものも含めて、そこの集会にわざわざ行かなくても自分が行って話が行けるようなね、そういうことが必要なのじゃないかなと。やっぱりもっと立候補とかそういう機会長くすべきですよね。アメリカの大統領選こそエンタメティックじゃないですか、うん、なんかすごいパフォーマンスだしね、なんかちょっと興味あるよっていうか、そのすぐ支持率も出てくるし、あんまりすぐひっくり返りもするし、やっぱり面白いなっていうか、やっぱり勉強になりますよね。時間かけて順番に間かけてやっていくと、うん、支持者の目も変わってくるし、その間にボロも出てくるし、出ちゃまずいことがリークされてやめてった人もいっぱいいますから、ね、大事になってからリークされるよりはいいかもしれないですね、うん、あのその前なんかだからある程度綺麗な人がならないと、やっぱり官僚がこいつダメだなと思えば、やっぱりリークされますから ね官僚しかない持ってない状でリークされて、うん、大臣がクビになるっていうことになりますから、うん、やっぱりそこはある程度揉まれて出てこないとダメかな、うんうんうん、
でそれから、はい、アメリカって資産とかそういうのも全部こんだけお金持ってるからって、ね、日本ではねあんまり持ってるのを自慢すると日本人的じゃないみたいなのがあるけど、ね、やっぱお金を持ってるのが余裕がありますよね。まああるし、あとはこうなんかこう偏見がないっていうかな、ある意味ね、とらわれる、変なものにとらわれる、まあ、今回のアメリカの選挙は偏見が強い人もいるけれど、いやまあでも一つの考え方なんで、まあ、あのお金があるないっていうのはまた別の問題だと思うんですけど、まああの、選挙がなんかお金がかかることは確かなので、変なとこはもらわなくてもいいという影響、うん、でもね、はい、ただ そこまでのお金を求めると、うん、僕は前から言ってるように、お金が、うん、お金を生んでる人しか、うんうん、ね、立候補できなくなっては困りますので、うん、一生懸命働いても、うん、だからといってたまらないじゃん、困っちゃうから、うん、まあ、その辺はやっぱりあの、ちょっと社会改革も必要、社会改革も必要です、選挙のあり方も変えていかなきゃいけないなと僕は思ってるんですね、うん、で、まあ、前から何回か言ってるんですけど、やっぱり今のように例えばあの小選挙区だとね、うん、やっぱり込みなきゃいけないわけですよ、うん、その地域で、ね、地元のね、ね、1位か0かっていうのがほとんどですから、うん、そうすると落っこちないためには地元に込みたりすることになるわけじゃないですか、うん、そうすると極端なこと 51% の比率でね言って 49% に怒っちゃうと、そう 49% の、うん、あるいは国民ですかね、うん、の意見がゴミになっちゃうんです ね、うん、そうですね。だから僕はね、あの同じ小選挙区でも2人区にしてちょっと範囲を広げて、うん、2人1番と2番が受かりますよ、そこで選挙すると1番の人は 50% でした、うん、2番の人は 40% 90% の民意が国に上がっていくわけですよ、うんうん、それから極端にこう2位でも受かるってことになると、うん、やっぱりその有権者に媚びを売るようなことを言わなくてもね、うん、成り立つじゃないですか、うん、選挙2番でもやれるんだったら、うん、そういう意味で、政権も急に変わって、うん、急に変わってってならないで、うん、安定してくるから、全校2人区、うん、で、1番と2番の人が国会に行くような選挙区に変えていくのが一番ね、民意が通るんじゃないかな。そうじゃないと目の前のね、ね、そうですね、こっちだけになって、食品だけ低減で税率しますなんつってね、一見良さそうに思うかもしれないですけど、うん、そこにかかるコスト、うん、ね、コスト、財源言いませんよね。財源言わないってことは将来の消費税が早く上がるってことです、うん、だったらね、低減税率やって、例えばまあ4兆円の税収が1兆円って言いますけど、うん、実際はそれにまつわる例えば低減税率やるためのコストはもっとかかると思います、うん、民間にもコストがかかるから、うん、そうすると、実際は1兆5000億円とかかかるかもしれません、うん、で、まあ、大雑把で言っちゃうんですけども、そうするとね、1兆と1兆5000億円だと4兆円だとしたら、うん、随分減っちゃってるじゃないですか。だったら 8% か 10% 上げないと 9% にした方がいいじゃない、うん、同じじゃないか、うん、ね、だからそういうことも考えて、目の前でおいしいことを言うのが本当はいい先生かいい政治家か分かりませんよ、うん、それ媚び売ってるだけかもしれません、ね、うん、高速道路作りません、経済どうなっちゃうんですか、ね、だからまあ高速道路作らないと僕はじゃあ、高級の一般道は作ってくれと、高速道路の7分の1とか6分の1とかで済みますんで、公共の一般道で、動脈は切らさないでねって話をしてたんですけども、やっぱり高速道路作りませんなんです、うん、それはね、一見あるいはタダにします、一見耳に美味しいんですけど、それは結局税負担が我々のところにやってくるってことなんですよ。そうね、うん、だからそういう目先の票ありき的なことを言う人はダメ、口車に乗らないですで、政治家も言いたくないように言ってる場合があります、うん、それを言わないで済むのはこの、二人区、うん、ね、二人区を全国に作って1位と2位が当選すれば政治も安定してきますし、その極端に媚び売られても2番でも、ね、うん、あの国会行けるわけですから、ちょっといい方にこう勝ればいいんですけどね、うん、この時点がね、僕はあの、うん、一番いいのかなというふうに感じます。それから、多分1番と2番の極端にあの、なんですかね、うん、悪いこと言ってればその政党はほとんど票がなくて極端に、3分の2も取っちゃうみたいな、でも、うん、大体は、3分の2いかず、
僅差で、いつでも買われるような状態になってくるんじゃないかなと、うん、から極端に、大負け小負けがなくなるんでちょっと安定してくるかなと。そうね、白か黒かってなるね、うん、みたいな感じになる。まず指標とかですね、うん、政治家の生活が安定しないと政治家はいい政治家がもう、うん、死んじゃいますから、うん、落っこっちゃった間全然ダメージは話にならないから、うん、ともうちょっと政治家の生活や、勉強する時間もありますから、政治家の安定という意味ですか、秘書の身分の安定という意味でも、やはりこの二人区というのはとても大事、全国は全部二人区だけにしてやっていくというのは僕はこれが一番いいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、で楽しい話と、いう話だったんでこれは今日は謝らないといけない。いやいや楽しいです。もう、ねね、ジャパンスターズテレビからやっぱり正論を発信皆さんに発信していかないと、うん、ね、なんていうんですか、まあ、小さなあれかもしれないけれどもこれからもどんどん会長面白い話と、はい、難しい話と座長と会長じゃない座長よろしくお願いします。はい、というわけでね、はい、今回もですね、まあ、面白い話はやっぱこういう話も面白いですからね。そうそうそう、勉強になりますよね。勉強しなきゃいけないですよ。そういうことも考えていただきたいということでねお送りしております。はい、今日もどうもありがとうございました。じゃあ今日はこの辺でさようなら。ありがとうございました。